はい、どうもご視聴ありがとうございます。白い子ということでですね、こちらのゲーム、主人公がひょんなことから白い子を拾って育てていくゲームとなっております。で、これタイトルからわかる方もいらっしゃるかもしれませんが、以前プレイした黒い子と、同じ作者さんのゲームとなっております。つながりは特にはないみたいですがね。はい、ということでやっていきましょう。なんだけどこれ、面倒を見る、面倒を見続ける、夢を見るって、これ何スタートロード夢を見るのにイグジット、夢を見てみようかちょっと待って、これはこれでなんかある。じゃあちょっと一番上からとりあえずやっていこうか。じゃあまず、面倒を見る、面倒を見ていきましょう。私は近くの高校に通う2年生。勉強はあまり好きじゃなくて、いつもテストでは赤点ギリギリ。そのことでママにはよく怒られて、その後に言われるのが、お前高2でママなのか、あんたこのままだと有名大学に合格できないわよ、ちゃんとしてちょうだいって。なんか有名大学っていう指定の仕方もちょっと嫌だね、お母さんの。いつもこればかり言われて正直うんざりはしている。でも否定すればするほどママの言葉は強くなって、ひどい時は頬を叩かれる。ほんとひどいよね。でもママはこれを当たり前で片付ける。なんか過保護と毒親混ざった感じのお母さんっぽいな、すごい。本当に頭がどうかしてると思った。まあ今はそんなことより気になることがあったんだ。それはある日のことだったんだけど、過去形。ああ、勉強疲れた。数学の細メガネ、言ってることが難しすぎて全然理解できないんだけど。しかも今やってる内容、中間テストの範囲とかやってるでしょ。ああ、また赤点ギリギリでママに怒られるのだるいから、後で友達に聞こうかな。何の変哲もない、いつもの帰り道。そんなことを言いながら、私は普通に帰ってきた。ただいま。お帰り。なんかあんた宛に荷物届いてたから部屋に置いといたわよ。なんかアマゾンか何かですかね。なんか注文したんかな。え、ああ、わかった。でも高2でアマゾンなんて自分で頼むもんかね。私、なんか頼んだっけ。記憶が曖昧だったから、とりあえず確認しに自分の部屋に向かった。まあ今の高2がどうか知らんけど。私の部屋に置いたって言ってたけど。あ、これかな。白い段ボール。あ、まあたまにあるよね。配送業者というか、なんか元次第では。ポケモンセンターかな。しかも大きい。でもこれ、宛先とか書いてあるラベルが貼られてない。どういうことなの？これお母さんどうして私のだって分かった、これが。何もないってことはあの子のやつねって。え、本当に開けちゃっていいのかな？いや、開けちゃおう。バリバリ、あ食用の天使が入ってた。ご自由にお食べくださいって書いてありそう。え、ちょっと待って。これって大人だよね。あ、まあ、そこ？まあまあまあ、そうね。でかいなって、人が入ってる方も気になるけど、なんで段ボールに入ってるわけ。しかもこの子なんか羽生えてるし、頭に輪っかもある。そうだね、まあ、それ以上に人が入ってることの方が。これって天使ってやつ。まあね。てかお母さん、これ抱えて私の部屋まで持ってきたんか。すごいなお母さん、さすが母。まさかそんなことないでしょ。ちょっと触ってみよう。これ本物だ。なんでわかる。偽物って感じの触り心地してないもん。あ、なんか血が通ってる感じというか。じゃあガチってこと？ちょっとどうしようこれ。普通なら警察とかそこら辺に電話した方がいいんだろうけど、私そんなことしたことないからわかんないし。まあまあまあ、確かに110番してどうしたらいいのかってね。ママに言ったところで信じてもらえそうにもないし、見せろ見せろ見たらわかる、お母さんも信じるって。じゃあいっそのこと私が面倒見ちゃう。だって送り人が誰かもわからないし、正直ちょっと興味あったのもあるから。何に？何に？まあなんとかなるでしょう。そんな感じで勢いのままこの子の面倒を見ることを決意しちゃったって感じ。勢いで犬育てるにも、勢いで犬育てるとかの比じゃないぐらい勢いだな。そこから私の大変な生活が始まった。これようお母さんにバレないで帰るな。無理だろ絶対。1日目。おー、白い子が。私が段ボールを開けて数分後に目を覚ました。目が青いんだ。生で見たの初めてかも。あ、外人さんかなっつって。そういえばこの子に目が行き過ぎて全然気づかなかったけど、紙と袋が入ってたんだよね。まだ内容を見てないから見てみようかな。あ、見てみよう。お願い、あなたに託してしまうことをどうかお許しください。手紙とともに与える食事を入れた袋を入れましたので必ず与えてください。ペットみたいなね。面倒を見る際に注意がございます。1、食事は必ず与えてください。もう当たり前やろって。2、生まれつき喉の調子が悪いので無理に喋らせないでください。あ、そうなの、ちょっとかわいそうにね。できる限り悪い子にさせないようにお願いします。そんな長期スパンで俺は育てなきゃいけないのかよ。
絶対に袋の中身を見ないでください。鶴の恩返しみたいな。手のみ入れてください。あ、中を見ないで手だけ入れて取れとね。あ、じゃああなたに託して読んでるね。読んでる、ありがとう。ごめん、先に読んじゃった。食事を与えてください。悪い子にさせない。手のみ入れてください。私には時間がありませんので、どうか大切にしてください。あなたの今の人生がずっと続くことを願っています。私には時間がありませんので、どうか大切にしてください。もうよくわからんけどな。こいつの元の持ち主も私みたいな人だったってこと？もしかして。なんだろう、なんか時間がないって言ってるあたり何かあったのかな。この子に聞けば何かちょっとでも知れるかな。なんか寿命吸われちゃうとか。あ、でも無理に喋らせちゃいけないんだっけ。じゃあ文字とか。じゃあ名前ぐらいを聞くだけなら大丈夫かな。さすがに名前を聞かないと何て呼べばいいかわからないし。うん、一回聞いてみようかな。ねえ、君は何て名前なの。やっぱり声を出させること自体がダメかな。な、な、生ない、あ、生ないさんですって。はい、生ないさんよろしくね。え、生ない、もしかして名前がないってこと？もしそうならどうしよう。名前ないんだ。じゃあもう君呼びでいいか。なんか天使とかじゃダメな。とりあえず名前は分からなかったけど、紙に書いてあった通りご飯を必ず与えればいいんだよね。でも生紙を見ちゃいけないってなると何入ってるか分からないんだよね。まあとりあえず手を突っ込んでみれば感触で分かったりするかもしれないしね。じゃあ手を突っ込んで、まあまあまあ取れるもんならな、別にな。何かに触れたけど、なんだろうこれ。赤、あー、なるほどね。これで分岐すんだ。セーブして直前したけど、赤い何かか青い何かか。じゃあまあまあまあ俺の直感でじゃあ行こうか。じゃあなんか赤い何か、んー、思ってたよりなんか穴が開いてんな。ちっちゃいなんか豆みたいなの想像してたんだけど、出してみたらこんなのが出てきた。マジでこんなのだな。なんだろうこれ、見たことないし、これがご飯なの、不思議。あ、納得できるんだ。ふわっとしていて手のひらの上だったら浮いてくれる。へえ、触ると柔らかくて弾力があるみたい。これグミじゃね。俺こんなグミ知ってるわ。とりあえずこれ与えてみようかな。意外と硬いやつ、ハム。吸い込まれるように口の中に入っていった。思ったよりちっちゃいな。そして音を立てることもなく、もぐもぐと食べている。どう、おいしい？うん、あ、喋った。いい？その貴重な喉これに使って大丈夫？首縦に振るでもいいよ。どんな味がするかわかる？辛、あ、激辛ポテトチップスかもしれない。辛、もしかして辛いってこと？あ、赤だから。それにしては全然表情変わらないけど、普通に耐性があるのかな。18禁って大きく書かれたやつ。ひとまずこれを頑張って続けてみよっと。救急車呼ばなきゃいけなくなるかもしれない。私警察も呼んだことないので、先に救急車呼ぶことになる。1週間後。あー、ちょっとグレてきたじゃんお前。私が辛いもんばっかあげるから。面倒を見始めてから1週間経ったけど変化があった。目つきが変わったのと、目の色が青から赤に変色したこと。1週間同じ色のあれを与えていたら少し変化するなんて思わなかった。確かに目の色が変わるなんてな。相場はなんか皮膚の色とかうんちの色とかだろう。でも声をうまく出せないのは変わらないみたい。あと1週間過ごして思ったことがあるのは、喉弱いやつに辛いもん毎日あげたら喉弱いまんまよな。そりゃ袋を見つめている時間が長いことかな。お腹空いてんじゃない。やっぱり袋の中に何かあったりするのかな。あ、中身見ちゃう。うん、気になるけど今は今日の分あげなきゃ。あ、じゃあ次ね。ちょっと今日は色が変わってたりするのかな。あ、何色かと。わな、何か冷たいものに触れた。指をこするとぬめっとした感触があった。変に気持ち悪い感触、まるで舐められた感じ。あ、なんかいる動物が。とりあえず袋から出そうと。黄色い何か、オレンジの何か、結構誤差だな。黄色か緑かとかじゃなくて、黄色かオレンジか、俺の感覚次第だな。ちょっとでもちょっとなんか、うん、赤みがかかってる気がするから、じゃあオレンジ寄りで。あ、今日はオレンジの何かが出てきた。グミだってこれ絶対。本当にこれは一体何なんだろう。これがご飯って、これだけじゃ絶対足りない気がするんだけどな。確かにそれはそうね。まあ思っててもしょうがないか。どう？あ、ちょっとなんか目つき怖いなお前。特に食べてるとこ変化ないみたい。赤いバージョンでは味が辛いって言ってたけど、このオレンジはどんな味なのかな。確かにな、ちょっとなんか本当にオレンジ味っぽいけど、味聞くだけなら喉痛めるとか苦しむとかはしなさそうだけど、やっぱりちゃんと喋れないのが不難点だから聞き取るのが大変なんだよね。で、私これただの文句じゃん。自分の子でも何でもないのに。とりあえず味聞いてみようかな。ねえねえ、どんな味がするの。酸っぱいんだ。黄色もそうじゃないか多分だけど。黄色だったらどうだったんだろう。酸っぱいか。そっか、オレンジは酸っぱい味がするのね。まあなんか見たまんまやな、そういう意味じゃ。もしかしたら色に合った味をしているのかもしれないのかな。
でも赤いバージョンは例えるとイチゴの甘酸っぱさとかリンゴの甘みとかがイメージ湧きやすいと思うけど、そこも何か条件的なものがあったりするんだろうか。うん、まだまだ謎が多そう。つか私も一個食べたらあかんのかな。なんか知りたいことは山ほどあるけど、私あまり頭回らないタイプだからな。赤点だからな。まあいつか自然と知れる日が来るかもね。ね。一週間後。さあどう？袋の中身を見ますか？いや待って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 。あいつがどれだけ育ったか先に教えてくれ。見ないよ。見るなっつわれてんだから。なんかエッチな顔してる。さらに一週間が経った。変化したことがまた起きた。それは服や羽、髪の毛の先端や頭の輪っかにオレンジのグラデーションが入ったことと、にやけ顔を見せるようになったこと。2週間も経つとここまで変化するんだと思った。口癖もつくようになって、ふふふが口癖になってる。喉を休ませろ。お前はいつもよりも私に接触するようになって離れる時間が短くなった気がする。うまく喋れないことに関しては相変わらずなんだけど、性格に関しては変わってきてる気がする。私に接触するようになったり、にやけるようになるぐらいだし、あのふわふわしたあれは性格にも影響してくるのかなって思うようになった。ただただ成長してるだけじゃない、もしかして。そういえばこの子を初めて面倒を見始めた日に見たあの紙に書かれていた内容に、悪い子にさせないようにお願いしますって確か書かれてたよね。ちょっと悪い子じゃない？もしかして場合によっては良くない色を引く可能性がなくはないってこと？全然気にしてなかったけど、もしそうなら私の引き運も大事になってくるってことだよね。今になってあの内容の掟がどれだけ重要なのかは身に染みてきた。多分だけど、飯もだけどさ、その接し方の方が重要じゃない？育て方としては。ちょっと怖くなってきたかも。でも今更後戻りをするなんてできるわけがない。なら腹をくくってちゃんとお世話するしかないよね。偉い。じゃあ今日も袋から何色か引かなきゃ。今日は何が出るかな。ピンク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 、黄色か黒か。黒食わしてみるか。かたくなに俺に黄色を食わせようとするな、お前は。なんかシステムのお前は。じゃあ黒い何か。黒い子なら今日は黒を引いた。あ、絶対ダメだ。黒？黒ってなんか悪いイメージが強いんだけど。あ、こういうことならスマホとかで調べてから引くのもありだったかも。書いてない書いてない、絶対に書いてない。でも引いちゃったからどうしようもない。もはや運にかけるってやつだよね。じゃあ早速ご飯だよ。うわあ、なんか嫌な食べ方。ペロ。いつも通り口にした。お前ピアスしてない？あれ？元からしてた。あ、よく見たら目がオッドアイになってる。目もまた変化を起こすんだね。赤とオレンジでな。あ、忘れる前に気になっている。どんな味をするのか聞かなきゃ。それはどんな味してるの？まあ、まずそうではあるな。どんな味してるの？何も言わない？そんなことあるの？やっぱり黒を与えるべきじゃなかった？大丈夫よね。うん、大丈夫だよ。それにしても本当に食べてる時の表情は変わらないよね。本当にちょっとなんか妖艶になってない？少し不安があるけど、これが1週間にどう変化を起こすのか様子を見てみようかな。さあ1週間後。それから月日はどんどん流れていった。1週間後？あの黒いのを食べさせてから印象が変わっていった。悪くなった。あの子はずっと笑みを浮かべてて、暗い話をした時も笑っていた。特に誰かが亡くなった話をしていた時が一番笑顔を見せていた。なんかちょっと中二病になってない？最近は誰か憎んでるやついないのかとか、殺してやりたいやつはいないのかなど、人が亡くなる瞬間を楽しみたいかのような問いかけばかりしていた。一度過去に私をいじめていた男子の一人の名前を挙げて理由をつぶやいたら、デスノートみたいに翌日その場で亡くなったらしい。デスノートだ。死因は心肺停止だったとのこと。青白い顔で口から泡を吹き出し、白目を向いたままだったって。その男子が亡くなったその日、あの子は幸せそうな顔をしていた。私に向かってあの子は言ったの。君の願いを叶えてあげたよって。私は信じたくなかった。なんとなくつぶやいたことが現実で起きてしまうなんて信じれるわけがなかった。そんな状況をお構いなしにあの子は聞いてきたの。他に獲物はいないのかって。私は何も言わなかった。だけどその数分後にあの子はこう言った。そういえば前にムカつくやつがいるって言ってたよね。細目がね。そいつを殺せば君は幸せになってくれるよね。そっちが目的？どっち？で、うまく喋れないあの子の発信内容をしっかり読み取って理解してしまう自分を今になって恨むようになった。どうして理解してしまったのだろうって。でもあの子は悪気があって言ってるんじゃないんだって思うこともあった。それはその後に言われた発言によるものだった。なんて？君の悲しむ顔が好きじゃない。笑ってる顔が見たいから君をいじめるやつはみんな殺す。あ、じゃあ殺したいがメインじゃなくて俺を守りたいがメインなんだ。まあ、ちょっとそれは嬉しいな。この発言に一瞬心を許してしまったのだ。確かにね。そしてその瞬間で私は思わず声に出してしまった。お母さんって、そいつを殺してほしいと。その時のあの子はとても嬉しそうだった。そして私は後悔するのだった。翌日全校集会で例の人が亡くなったというお知らせがあった。
死因は出血たるよ。死因もバラバラなんだ。状況としては体を無作為に引き裂かれており、中の臓器がほとんどなくなっていたとのこと。うわぁ、みんなその事件で騒いでいたけど、私は下を向いていた。だってある意味私が殺したようなもんだし、それに殺した張本人も私は知っているのだから。そして私は崩れるようにその場で倒れて気絶した。辛かったか。これで喜んでもらえるよね。おー、黒い子みたいになっちゃった。彼女のために黒い子になっちゃった。悪い子に育っちゃったね。これは俺が悪い。じゃあ面倒見続けるであろうとか。じゃあ最後の選択肢で黒じゃなくて黄色い何か。今日は黄色を引いた。黄色？黄色ってどんな性格のイメージがするんだろう。確かにちょっと陽気っぽいだな。あー、こういうことならスマホとかで調べてから引くのもありだったかも。でも引いちゃったからどうしようもない。もはや運にかけるってやつだよね。じゃあ早速。この食べ方は一緒なのね。口にした。目がおっどいなってる。どんな味してるの？甘い。あ、甘いんだ。酸っぱいんじゃないんだね。これは普通に甘いって言ってるね。黄色は甘みを感じるんだ。本当に食べてる時の表情は変わらないよね。さて、これが1週間でどう変化を起こすのか、様子を見てみようかな。さあどう？印象が変わっていった。あの子はよく笑ってくれるようになった。楽しいお話をした時は楽しんでくれて、悲しいお話をした時は一緒に悲しんでくれた。ここ最近は一緒にお出かけをするようになって、お買い物も一緒にするようになった。外であんまり天使だってことをバレたくなかったから、羽はしまって出かけるようにしてくれてる。一緒にランチをする楽しさは今まで以上にあった。本当に毎日が楽しくてしょうがなかった。たまにしてくれる空の散歩は私にとってリフレッシュできる瞬間だった。私は今となってこの子に出会えて本当に良かったと思ってる。これからも楽しい日々が続けばいいな。すー、目怖い大丈夫？ちょっとだけ目怖いんだけど目の奥が怖い。大丈夫かな。じゃあ、その直前の選択肢で袋の中見てみようか。じゃあ、何かがいた。マジで何かだな。見たな。カエル卵ですか。キャー。いや、黒い子だ。誰？貴様に名乗る名などはないが、そうだな、俺は彼に仕える存在とでも言おう。流暢だね。仕える存在？単刀直入に言う。貴様は命令を無視してこの袋の中身を見てしまった。よって貴様は彼のための餌としてその命捧げてもらう。よってがすごい。何言ってるの？なんで私が命を捨てなきゃいけないわけよ。あなたがどういう立場でそんなことを言えるのか知らないけど、簡単に死ぬなんてできるわけないでしょ。なんでかだと？それは貴様みたいな人間がより栄養を蓄えた特別なものを生み出すと天界で噂が広まり。貴様みたいな人間？その噂を聞いた俺は天界から人間世界を捜索し、より美味しそうな人間を探し続けた。正直人間なら誰でもよかったが、人間というやつは面倒い性格をしている。ならいつでも捕らえて食えるような状況があればすぐに味わえると考えた。するとどうだ、その流れを作り出すかのように天界では彼の存在を奪おうとする愚かな奴らが彼に襲いかかるようになった。もちろん彼の母様は抵抗したさ。大事な子供を守るのが役目。俺も彼とは小さい時からの親友。奪わせるわけにはいかなかったさ。あ、そういう関係なんだ。親友なんだ。だが愚かな奴らどもはどんどん襲いかかり、それは止まることはなかった。危機を感じた母様は俺たちだけでも逃がすために人間界への入り口を作り、そこへ入れられた。母様に託された手紙とともに、そして母様の命令で彼から名前を抜き取り忘れさせた。忘れさせたんだ。目を覚ました時にはあの箱の中にいた。箱の中から辺りを見回すと運転手とやつに運ばれていることに気づいた。運転手は適当なところに運ぶから生き延びろと告げ、俺は用意されていた袋の中に身を潜め、その時が来ることを待っていた。今となってあの運転手は俺たちの仲間が人間に変装していたと気づいたが、本当に感謝しかない。で、俺の家に送られてきたの？この時が訪れたのだからな。じゃあ俺どこかから来たっていうより最初からうちなんだ。その噂でたまたま私がターゲットとして選ばれちゃったなんて不運すぎる。さあ人間よ、彼のこれからの人生に捧げる意味を込めて餌となるがいい。ま、待って、まだ話は終わって、もう遅い。力の差がガシ。待って、いや、そんな抵抗も虚しく私は、捧げられた。天使を食べようと思ったら天使に食べられてしまった。命の捧げ、私が喋ってる。いやじゃあオレンジを揚げたところを黄色に変えてみるか。これは甘いのかな。さあどんな味？
あーこれはやっぱ甘いんだ。甘いか。そっか、黄色甘い味がするのねと。で袋の中身見ますかが出るから、一応じゃあ見てみるか。多分一緒な気がするけどな。一緒っぽいな。一緒でした見るなって言われてんだからな。うわー、なるほどね。お金の持ちになってんだ。さらに1週間が経った。変化したことがまた起きた。それは服や羽、髪の毛の先端や頭の輪っかにちょっと濃いめの黄色いグラデーションが入ったことと、浮遊能力を見せるようになったこと。いや、それよりお金お金。2週間も経つとここまで変化するんだと思った。あとこれは日常的に起きたことだけど、私は最近おしゃれな服を着るのにハマってるんだけど、まだ高校生の私はそんなにお金は持ってないし、バイトはしたくても親が許してくれないからバイトもできないしで、お金に関してはすごく困ってたの。そしたらね、この子が突然数万円のお金を渡してきたの。最初はえってなって困惑してたんだけど、どこでこのお金を手に入れたのかを聞いたらね、自分でお金をいくらでも生み出せるようになったって言われて、正直びっくりした。インフレを起こしちゃうこのままだと。さらにお金のことは心配しなくていいから好きなの買ってって言ってきて、私に恵んでくれるようになったの。あ、いいおじだお前、いいおじ。うまく喋れないことに関しては相変わらずなんだけど、性格に関しては変わってきてる気がする。私にお金を恵んでくれるようになるくらいだし、あのふわふわしたあれは性格にも影響してくるのかなって思うようになった。そういえばこの子を初めて面倒を見始めた日に見たあの紙に書かれていた内容に、悪い子にさせないようにお願いしますって書かれてたよね。もしかして場合によっては良くない色を引く可能性もなくはないってこと。全然気にしてなかったけど、もしそうなら私の引き受けも大事になってくるってことだよね。そうだね。今になってあの内容の掟がどれだけ重要なのかは身に染みてきた。ちょっと怖くなってきたかも。じゃあ最後は腹をくくってお世話しようと。緑か水色なんだ。じゃあ全然違うんだ。相当黒って悪いルート言ってないか俺一番最初一番悪いルート言ってない。じゃあ緑の何か、今日は緑を聞いた。ちょっと苦そうかな。緑ってどんな性格のイメージがするんだろう。あ、こういうことならスマホとかで調べてから引くのもありだったかも。あ、そういう意味合いだと確かにスマホで調べる意味もあるな。でも引いちゃったからどうしようもない。よし、運にかけるってやつだよねと。ご飯だよ。食べ方もやっぱちょっとルートでよって違うね。目がオッドアイになってる。目もまた変化を起こすんだねと。どんな味ですか。苦い。あー、やっぱりな。これは普通に苦いって言ってるね。緑は苦味を感じるんだ。本当に食べてる時の表情は変わらないよね。さてこれが1週間でどう変化を起こすのか。優しくなりそうだけどな、緑だと。それから月日はどんどん流れていった。緑のあれを食べさせてからもちろん変化は起きた。いつも通りお金に困ってくれたら、いつも通りお金に困っていたらお金を恵んでくれて私の悩みを解消してくれるけど、なんだかここ最近あの子の表情が疲れてるような顔してる気がする。大丈夫って何回か聞いたことあるけど、平気って返されるばかりで私に気を使ってる感じがした。体調が悪いんじゃない、少し横になったらって一度は聞いてみたこともあるんだけど、大丈夫って返されて横になろうともしない。本当に心配で自分も落ち着かない日々が続いた。私はその日学校疲れでいつもより早く就寝した。あの子からお休みって声を聞いて、お休みと私も返した。目をつむった後はすぐ眠りについた。そしてその日の夜中、なぜか目を覚ましてしまった。あまり寝つけなかったのかと思って瞬きをした後、窓の方を見ると、どういう、え、緑って何、え、安定剤は。いやいや、待って、な、見えん見えんては緑は何、緑は何だったの今。じゃあ水色、爽やかな性格、ちょっとブルーハワイっぽい感じ、すっきりし、ミントみたいな。水色ってどの性格のイメージがするんだろう。よしと、じゃあお味はいかが。冷た、あー、味ですらない。冷たい、珍しい。まずいとか甘いとかそんなんじゃなくて冷たいなんだ。よっぽど冷たいんだろうなあんま味もせんぐらい冷たいんだろうね。どのくらい冷たいかわからないけど冷たいんだね。でも本当に食べてる表記の表情は変わらないと。さあどうなった。お金に困った時は恵んでくれる。あ、私は最近彼氏ができたよ。しゃあ、私より身長高くて優しそうな見た目をしている。この前もデートのお誘いをしてお出かけもした。そのことをあの子の前でお話したら、なんだか興味なさそうな態度を取るようになった。あ、クールになった。彼氏の話をしている時だけ不機嫌そうな表情をするようにもなった。それ以外の話では別にそんなことはなかった。どうしてなんだろう。ちょっと鈍感だなお前。そんな思いを抱えながら私はまた彼氏とデートをしに家を出た。あ、彼氏、私、これ髪長えな、襟足長え彼氏だな。こいつ死ね。
カービィのボス的みたいな派手だ。嫉妬の限界？終わった。さっぱりしとる。こっち側のルートさっぱりしとる。じゃあ一番最初の方で青い何かを引きましたと。こんなん出ましたけど、青か。水色じゃなくてね。さあどう？あ、今の目も青だからな、もともと。うん、あ、美味しい。どんな味がするかわかる？あ、マス。ん？あ、マス。なんだろう？甘す。甘す！甘酸っぱいってこと？よう分かったな。あ、もしかして甘酸っぱいってこと？甘酸っぱいものって例えるとイチゴとかそこら辺だけど、色的にはイチゴには例えにくいかな。ブルーベリーとかじゃない？それだと。まあ、ひとまず、これを頑張って続けてみよっと。一週間後。あ、ちょっとうつうつとしだしてないお前。面倒を見始めてから一週間経ったけど変化したことがあった。目から光が失った気がする。なんとなくだけどなんか暗い感じもする。一週間同じ色な色あれを与えてたから少し変化するなんて思わなかった。そうね。で、あ、袋を見つめてる時間が長いと。じゃあ次は赤か紫ね。虹色っぽいよね、だから。赤から紫にかけてだけど。じゃあ紫行ってみるか。あ、今日は紫に何かが出てきた。本当にこれは一体何だろう。つかピンク、ピンク、ピンクのやつ食べさせてあげたいな俺。これがご飯ってこれだけじゃ絶対足りない気がするんだけどな。あ、食べ方がすごい。食べてるところは変化ないと。紫はどんな味？どんな味すんの？まず。シンプルまずい。そっか、紫はまずい味がするのね。もしかしたら色に合った味をしているのかもしれないな。全国の紫に謝れ。でも紫イコールまずいが確定ってわけじゃないよね。ぶどう味もあるし、他に何があったっけ。まあそう言われるナスとか思い出せないや。まあ結局まだまだ謎が多そう。知りたいことは山ほどあるけど、私あんまり頭回らないタイプだからな。さあどう？1週間後袋の中身を見ますか。見てもいいけどセーブし忘れたし、まあ、見ないでちょっと進めるか。まずすぎた。ただ2週間が経った。変化したことがまた起きた。全体的に暗めになってる。いや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 、その配色配色の話、これ暗めで合ってる？これに対するリアクション。口からよだれを垂らして何かを欲してる感じがした。薬中なんだろう。近寄りがたい雰囲気。お腹が空いてるのかよだれが止まらない。私は早く与えた方がいいよね。あ、セーブし忘れた。もうダメ。じゃあ白い何かでどうぞ。出てきた。何これ。背景が白いからなんかドロッとしてない？触ってもやっぱりドロッとしてる。これ与えてもいいやつなの？昔何かに腕をつかまれた。キャッ。何かに体を倒された。少し痛みを感じつつ手元を見たら何もなかった。あの子の方を見ると、私の手から取って食べていた。それもよだれを垂らしながら、ジュルジュルと音を立てながら、完全に口からなくなるまで味わっていた。とてもじゃないが、あの状態で味を聞こうとは思わなかった。なんか変な想像だけど、私まで舐められる気がしたから。これでどうなるか。怖いな。怖いな、怖いな。それから月日はどんどん流れていった。白いあれを食べさせてから、もちろん変化起きた。それは、泥溶けてる。溶け始めた。少しずつ形が崩れていく。なんで？ドロドロン溶けていく。これはもしかして死に向かっていってる？もしそうなら、やだ。まだやりたいことはたくさんあるのに。今回このこいつに対する愛着が何も生まれないまま進んでたな、こいつ。そんなことを考えてる間にも、あの子はどんどん溶けていく。待って、まだ消えないで、死なないで。思わず涙がこぼれていく。まあ愛着は湧くか。でも何週間も一緒にいたら。するとあの子はドロドロの手で私の涙を拭いてくれた。もうそろそろ死んでしまうかもしれないんじゃないかという状況でも、私に見せてくれたその顔はとても満足そうだった。もうなんかな。ちょっと浄化されてんだ。いいもんあげすぎたか、結果的には。じゃあ紫ルートで見てみるか。見たら結局か、命捧げて。じゃあ紫ルートで浄化しちゃわないように黒いのあげようか。出てきた。あ、でもこれちょっと溶けてる黒なんだ。何これ、なんかドロッとしてない？触ってみてもドロッとしてると。与えてもいいやつなの？さあ無理やり食われて。あ、こっちのがちょっとやべえ感じするな。黒いあれを食べさせてから変化は起きた。それは暗黒に染まってしまったあの子だった。やばいオーラを払ってこっちを見てくる。もはや天使の概念なんてなくなっていた。そうだね、ここぐらい天使要素も。
ずっと見てくる。私だけを見てくる。見えないはずなのに口元を少し舐めたような気がした。私は目線をそらし目をつむった。怖かった。あの見た目で私を見てくるあの子から恐怖を感じた。どのタイミングで目を開けるか考えたが、やっぱり怖くて開けられなかった。そんな時、近くで母みたいな息を吹きかけられた気がする。もしかして今近くにいる？何一つ音を立てずに？どうやって？それに顔にも何か触れられてる？いや、そんなことより今私の近くにいるということは食べようとしてるってこと？嫌な想像しちゃった。どうしよう、このまま目をつむってても何もわからない。セーブしとこうか。一応勇気を持って目を開けた。あー食べられる。それは今まさに私を食べようとする瞬間のあの子だった。私は逃げ道を塞がれ、抵抗できない力で体を抑えられ、そのまま丸飲みにされた。胃の中は生温かく気持ち悪い。息もしづらく身動きが取れない。すると体に痛みが走った。私の体が溶け始めたんだ。あ、逆に今度は私がね。痛い痛い痛い。どんどん息もできなくなってきた。苦しい苦しい苦しい。痛み方が焼かれてる感じでとても痛い。そんな中、胃の中で黒い触手が生えてきて私の体を刺した。体の中に何かが注入されていくのを感じる。声を出したくても痛みが強くて出せない。でもそれは徐々に気持ちよく感じるようになっていく。そして私は意識を失った。殺そうとしてんのか。あ、何、お腹に、ん、新たな誕生。どういうこと。私の体内でこう育てられたのか、それとも私自身がこの子の子供になったのか、どっちなんだ。私は母体として扱われたのか、子供の種として扱われたのか。まあじゃあ赤いのあげようか。ちょっとハッピーエンドがないんですけど。あ、今日は赤い何かが出てきた。本当にこれは一体何なんだろう。これがご飯って。じゃあ赤いのは酸っぱいはずだよね。どんな味？甘、あ、うん、甘い。違う違う、最初は辛かったんだ。辛かったけど甘いんだ。そっか、赤は甘い味がするのね。と、もしかしたら色に合った味をしてるのかも。と、ほー、なんか違うんだ。ルールがよくわからんね。1週間後どう？袋の中身は見ません。なんじゃそりゃ。さらに1週間が経った。二重人格みたいになってんね。変化したことがまた起きた。頭に角が生えてきて片方の羽もボロボロになってきた。そこから紫のグラデーションが染まり始めている。2週間も経つとここまで変化するんだなと思った。なんだか顔の表情がうまくとどまらない感じがしている。なんだか困った雰囲気もある気がするのは気のせいかな。でもうまく喋れないことに関しては相変わらずなんだけど、性格に関しては変わってきてる気がする。あのふわふわしたあれは性格にも影響してくるのかなって思うようになったと。紫か黄緑ね。じゃあ紫に紫与えようか。紫はまずい味だったよね。あ、どう、食べ方すご。いつも通り口にした。よく見たらオッドアイになってるし、両目の瞳が左右で大きさが違う。目もまた変化を起こすんだね。あ、忘れる前に気になってる。どんな味がするのかを聞かなきゃ。それはどんな味してるの。あー、どんな味がしてるの。あー、これはどういう状態。うまく喋ってないのはわかるんだけど、ちょっと喋り方が赤ちゃんみたい。うん、よくわかんない。うん、まあ大丈夫だと思う。それにしても本当に食べてる時の表情は変わらないよね。少し不安があるけど、これが1週間でどんな変化を起こすのか様子を見てみようかな。それから流れてって変化起きた。頭痛を、あの子は最近頭痛を起こすようになっていた。なぜ今になって頭痛が起きたのか、あの子自身にも聞いてみると、わからない。わからないけど誰かが僕の頭の中にいて邪魔してくる。後悔された。私はまだその時はいまいち理解することができなかったが、今なら多分わかると思う。おそらく別の誰かが生み出され思考を妨害し、あの子自身がしたくないことをさせようとさせている。あー、だから人格2つある感じだったんだ。もともと二重人格になったと言っても間違いではないと思うけど、正直自信がない。あの子は頭痛が辛くなると急に窓から外に飛び出しどこかへ行ってしまう。そして数分後には帰ってくるが、服には赤い何かを必ずつけてくる。通り魔だ。そして片目から涙を流しながら私の方を見る。またやっちゃった。それと同時に聞こえてくる別の発言。彼女以外は餌だ。低い声で聞こえてくる声。ああ、別ルートの子がそんな感じの性格だったよな。黒系かな。これが頭痛を起こしたやつの声。まるで洗脳させるかのような発言。私は今となってあげる色を誤ったと後悔するようになった。あの子は今日もどこかで人を殺して帰ってくる。これからも最近頭痛を起こしてる気がする。あー、洗脳と感染、いいね。この表情はとても良い。じゃあ黄緑は何だ。
形がすごい。てかピンクアイ、ピンクアイ、ピンクを食わしたかった俺こいつに。黄緑、緑じゃなくて黄緑が出てきたんだけど、黄緑ってどんなイメージがするのかな。黄色じゃねこれそれに形もいつもと違ってハート型なのも気になる。あー、こういうことならスマホとかで調べてから引くのもありだったかも。これハッピーエンドじゃない。運にかけるってやつだよね。めっちゃハッピーエンドっぽいけどな。うちにしてくれた。さあどう、どんな味。まずあー、どんな味。あれ何も言わない。そんなこともあるの。何か黄緑ってあまりいいものではなかった。大丈夫よね。うん大丈夫だよ。それにしても本当に食べてる時の表情は変わらないよねと。さあどう、無表情になった。何も喋らないし動かない。自分から行動するということができなくなった。私が笑ってと言えば笑い、私が泣いてと言えば泣く。指示しないとあの子はロボットみたいに動かない。体を揺らしても大声を出しても何も反応しない。本当にどうしよう。私これからどうしたらいいの。この子はずっとこのまま。そんな、あの形はハート型の意味は。ハート型だったのに。ハート型ってなんかすごい意味ありげじゃなかった。で夢を見るか。あーと一応紫じゃん、明るーと言った時に袋を開けるパターンもやってみるか。ダメそう。ダメでした。命を捧げって書いてある。じゃあ夢を見る。ここはどこ。何も見えない。あれ明るい。君大丈夫。声がする。あれよかった、気づいたんだね。あれヤバ谷の音が。誰。ごめんね、名前は教えられないんだ。ここは、ここは人間界と天界の境界線。君からしたら夢の中の出来事でしかないけど、この夢の中なら君の知りたいことを教えられる範囲だけ教えてあげる。あ、いろいろ教えてくれるのね。知りたいこと、君は何が知りたい。まずキャラを知りたいな。今回出てきた人たちを知りたいんだね。この紙に書かれてるから読むといいよ。主人公、徒歩10分の高校に通う女子高生で天使の面倒を見ている。母親から有名大学に入れと言われ、部屋の本棚には勉強に関する本しか置かれていない。勉強が嫌いなため成績の悪さにいつも母親から怒られ、ひどい時は手を出してくるという。好きな〇〇は楽しいこと、嫌いな〇〇は勉強と母親と。なるほどね。まあ主人公はまあそうやろうなって感じだけど。天使ね。天界から箱ごと移動させられた天使、人間界に連れてこられる際、睡眠魔法で眠らされ、同時に名前を抜き取られてしまい自分の名を失ってる。特別な天使という理由で狙う者がいたため、隠す意味も含めて逃してもらったことを彼自身は覚えてない。だほぼ何も記憶ないに近いな。彼に仕えてる存在に世話をされており、食事はふわふわした何かを少し摂取するだけで満腹感を得る。ふわふわした何かの影響で性格が変わる体をしており、与えるものを間違えると凶暴する恋、与えるものを間違えると凶暴化することも。じゃあなんか私っていうよりこの世話するやつが何出すか次第だな。袋の中に潜んでいた存在、彼に仕えている存在でもあり、彼のために世話をしつつふわふわした何かを作ってる。普段は処罰対象となった天使を食い殺す役割を果たすが、最近人間が特別なものを生み出す素材になると聞き人間を求めてる。ちなみに正体は彼の影で、突如意志を持ち自由に動けるようになった。なんで。睡眠魔法と名前を抜き取る能力を持っており、彼を眠らせ名前を抜き取った張本人だが指示でやらされただけ。なるほどな。わかるようでわからんって感じやな。じゃお前は誰やねん。先ほども言ったけど名前を教えられないんだ。それ以外で教えられることは。そうだね、私は天界の偉い会員に立つもの、それだけかな。うざ。私のこと教えらんないけど、私は偉い人です。死ね。じゃあ展開について知りたい。今の展開は荒れてる。彼がいなくなったことでさらに暴徒化している人が増えている。ああそうなの。みんな彼のことで頭がたくさんなようだ。今でも王女は彼を忘れないために食い止めてる。今は時を止めてるから私はここにいるが、動き出せば私も食い止めに参戦しなければならない。なんだお父さんか。それぐらい今の展開は悪い方向へと進んでる。早くこの騒ぎが収まればいいと思ってる。他に知りたいことあるかな。じゃあ夢から覚めたい。そろそろ目覚めるかい。他に知りたいこともあったけど。うん、それじゃあここでお別れだね。もしも展開に招かれる時が来たらまた会おう。なんかちょっと嫌だな展開。この世界の展開ちょっと嫌だな。はい、
ということで白い子でございました。どの選択肢でもあんまりハッピーではなかったけど、みんなはどの白い子が好きでしたかね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。